はいどうもこんにちは、おもチャンネルです。さあ今回はねこちら見ていきたいと思います。はい、たまたまちょっとねスーパーに寄ったらこんなもの見つけたんでちょっとねいっぱい買っちゃいました。今回ね何かというと、はい、一応これ触眼になるんですかね、新幹線変形ロボシンカリオンのシンカリオンビッグマグネット。これねかなり大きいんですよ。ビッグマグネットということだけあって本当にあの手のひらサイズくらいの大きさですよね。多分中身も結構大きいっぽいです。でパッケージにはハヤブサやコマチや輝きにドクターイエローがねこんな感じでかっこよくプリントされていて、中身はビッグサイズのマグネットシート1枚入り、こんな感じでシートから切り出すような感じなんですかね。でラムネ菓子って書いてるんでこの辺りにちょっとこうラムネの形は感じられますね。で今回は、はい、こちらラインナップがねマグネットシート全10種類になってます。まあ開けてみないとね何が出てくるかわからないような形になってて、あ裏にこんな感じの10種書いてますね。まあランダムで入ってるんですが、すべてこんな感じの機体の形をしたかっこいいマグネットシートになってるっぽい。いいねいいねいいね。でこれ1個ね200円ぐらいなんですけども、まあ絶対無理だと思うんですが、今回ね全10種ってなってたんでこれねスーパーでガサッとこう前から順番に10個ほど買ってきました。さあさあさあ順番に取るとまあどんな感じなのか、それ新品の箱だったんで果たしてねコンプリートできるか、ではでは一気にちょっとね開けていってみたいと思います。どんなマグネットシートなのかもねちょっと楽しみですね。さあでは早速一つ目からいきましょう。よーし、最初は何出るかな。まあとりあえずハヤブサとかあとドクターイエローとか押さえたいところですね。ではいきましょう。まず一つ目がテクテクテク、せーのでどんなに来た。おあーでもいいねいいねいいね、輝きですね。でなんか後ろこう守るかのようにあれですね厚紙が入ってます。でマグネットシートはこんな感じですね。表面はこんな感じでイラストになっていて、裏ははいもうこれ完全にマグネットハサミとかにねこんな感じでくっついちゃいます。でまず登場したのがはい輝きのこんなかっこいいイラストが書いてあるシートですね。いいね。じゃあちょっと切り取ってみましょうかね。どうしたいこれこれ無理やり切り取ればいいのかな。どうするの、え、わかんないどうしたらいいのこれ。本当にこうバッと取れる、おーいやー切れたこれ切り取り結構難しいんじゃないですかこれ。なんか素直に、あ、まあ一回ちょっと切れ目入れるとこんな感じでスーッと取れていくんですけども、なんか思うように今取れなかったんでちょっとびっくりしました。よしよし、まあとりあえずはね取り外しちゃいましょう。輝き自体にダメージがなければ、まあ、僕的にはそれで OK かなと思います。はい、とりあえず切り取れました。こんな感じのシートになっております。まあ、ちょっと切れちゃったんで残念ですけども、次からちょっと気をつけたいと思います。さあではどんどんとねちょっと開けていきましょう。本譜いけるかな。じゃあ2つ目も1回被った時点でもう僕の野望は全てダメなんでダメになっちゃうんで、ではいきましょう。2枚目、せーのでドン。なんだ、おお、いいねいいね、ツバメですねこれはね。かっこいい800ツバメ、はい、こんな感じになってます。躍動感めっちゃありますね、かっこいい。で裏は同じようにマグネットタイプですね。まあマグネットシートなんで当然です。よし、じゃあちょっと切り取っていきましょう。おし、あ、これはなんとかうまくいけそう切り取りまして、かぶったらねちょっと切り取らないでそのまま置いときたいと思うんですが、かぶらない分に関してはすべてちょっと切り取っていきます。はい、こんな形になりました。よいしょ、はい、こうですね。いいね、かっこいいですね。なんか冷蔵庫でもめっちゃ張りそう貼ろう貼ろう。じゃあ1個下どんどんいきたいと思いましょう。さあ3つ目3つ目、ちょっとドクターイエロー早めに出てほしい、ちょっと安心感が欲しいですけども、いきましょう。できれば全種コンプリート目指して、では3つ目、せーのでダーン。あーなんだ、あ、よかった、赤色だからちょっとかぶったかと思ったんですけども、めっちゃ色似てるんではい、ありがとうございます。 E6 コマチ登場しました。はい、デザインはこんな感じになってますね。いいねいいねいいね、これもかっこいいね。よし、じゃあちょっと切り取っていきましょう。どっからこれが大きくペロンと、よし、ちょっとコツ掴むと、まあまあこれ簡単に切り取れるんですけど、一番最初はさっきの僕みたいにビリッといってしまう人がいるかもしれませんね。てかこれ切り取るのめっちゃ気持ちいいはい、小町切り取り完了。かっこいいね素敵です。よし、とりあえず今のところ被ってないですよ。じゃあどんどんいきますね。続いて4つ目、
何が出るかなと。では参りましょう。せーのでよいしょと。お、よかった。怖い怖い。4つ目は E3 の翼登場しました。はい、こんな感じになっておりまして、またこれもかっこいいですね。あ、そういえば、まあちょっと余談なんですけども、あれですよね、この年末12月の27日にあの E3 の翼のアイアンウィングが、これフレアウィングなんですけど、アイアンウィングがおもちゃで登場しますよね。これあれね、あのめっちゃ楽しみなんですよ。で、あの旧式もね、まだちょっと箱から出してない状態なんで、ちょっと先に早めにそれをレビューしたいかななんて思っちゃったりもしております。はい、切り取り完了しました。フレアウィング、いいね、忍者っぽさ出てるね、かっこいいですね。なんかこれコンプいけそうな気がしてきた。なんとなくなんですけども、行きましょう。続いて5つ目です。そんなこと言ってるとね、かぶっちゃうんですけども、ちょっとね、行ってみたいと思います。では5個目、せーのでよいしょと。うんうんうん、ああもうほら、だから言うてるそばからですよ。かぶっちゃうのよね、かぶっちゃうのよね。そういうとこあるんですよね、僕ね。とりあえず、まあ、これは置いておきまして、よし、気を取り直していきましょう。まあ、これで可能性は九州になりましたけども、ここからがちょっとかぶりラッシュ続くかもしれませんが、続いて6袋目いきましょう。では参ります。せーの、で、ドンドン、ほら、もう嫌。もう嫌や、嫌や。イシクスコマチ、かぶり。残念、もう残念、残念すぎる。で、いきましょう。あと、何袋 ?4 袋か。よし、ちょっと頑張りますよ、本当に頑張ります。行きましょう。ではではでは、これで6袋目かな、なんか間違ったら7袋目か。行きましょう。せーので、どんこい、どうだ、よし、よかった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 。とりあえず早さゲッツ。 E5 はやぶさ、おお、かっこいいね。とりあえずこれがなきゃ進化には始まらない感じするんで、まあ全部そうなんですけど、早すぎ、ハヤト様の期待が出てまいりました。よかったね。いや、本当によかった。ちょっとね、めっちゃ不安だったんですよ。さあ、では、あとはもう僕の目標としては、ドクターイエローが出て、あと、ラインナップ、ちょっとよく見てなかったんですけど、ブラックシンカリオンとかであったのかな、ちょっと見てみよう。あ、ありますね、ありますね。これとドクターイエロー、あ、でもあと、こだまも絶対、ってか全部欲しいんですけど、とりあえずコンプは無理だけど、なんかかっこいいの欲しいね。まあまあ、とりあえずまあ結果はね、これ7個目ですが、 E5 はやぶさは無事にゲットすることができました。さあ、じゃあじゃあどうなるか。続いてこれで、これで7袋目です。なんか数がだんだん分からんようになってきまして大丈夫かな。よし、行きましょう。では参ります。7個目ちゃんが、せーので、ゆっくり見ようか、ゆっくりね。どうなるかな、どうなるかな、どうなるかな。お、ちょっと黄色いぞ、黄色いぞ、黄色いということは、よし、よし、あー、よっしゃ、よっしゃ、よし、よし、声枯れてきた、声枯れてきたけど、やったー、ドクターイエローゲットしました。なんか小さい。同じスケールでちょっと再現されてるんで、ドクターイエロー小さいです。もうちょっとこう大きい方がいいですよね。なんかドクターイエローって大きいイメージあるんで。まあでもいいや、いいや、とりあえずゲットしました。やったねー。じゃあ切り取ろう。危ない、今ビリッといくとこでした。よいしょ、ニュン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 、よいしょと。はい、ドクターイエロー、こんな感じですね。かっこいいっすね。いやー、とりあえずゲット。じゃあ、あとはもうとりあえずあと2つだけなんで、なんかまあ個人的にはブラックシンカリオンと、あとはね、まあ僕的にはこだまですかね。ブラックシンカリオンとこだまだったらもう勝ちということで、はい、ということにしましょう。子供が喜んで。ではでは行きましょう。さあ、8袋目じゃなくて、え、これ 8? あ、勘違いしてた、さっきのが8か。もうわけわかんなくなってきてます。ごめんなさい。これで9ですね、9です。では行きましょう。じゃあゆっくり行くか、ゆっくり行こう。では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 、行きますよ。ディンディンディン、せーので、どうだ、おお、なんだこれ、なんか紫っぽい感じなんですけど、あ、これ変わったかもしれないですね。せーので、よいしょ、あ、おお、やったやった。なんかちょっと一瞬輝きかなんか出るかなと思ったんですけど、いやー、嬉しい。あ、てかめっちゃかっこいいよこれ。ブラックシンカリオンめっちゃかっこいい。いや、サイズは小さいですけど、バーサーカーモードですよ、これ。めっちゃかっこいい。やばい。いや、これはいいな。
ちょっとやりましたね。これ絶対あれですね。もう僕ちょっと切り取り緊張してきた。いけるかな、ちゃんと。よいしょ。おー、いけたいけたいけた。冷蔵庫に貼ろう、うん、冷蔵庫にベタッと貼って、もうね、シンカリオン冷蔵庫作っちゃおういやー、よかった。とりあえずなんか一つまた思いが通じた感じですね。嬉しい。はい、ありがたいことにブラックシンカリオン9個目でゲットしました。やったね。ではでは、運命のラス1です。10袋目になりました。これで小玉が出てくれたら完璧です。500小玉が出てくれたら、ね、では行きますかね。泣いても笑ってももうラス1なんで行きましょう。さあ、小玉は多分シート自体が何色なんでしょうね。あ、水色っぽい感じかな。こっちの方がいいかな。あ、2種類ラインナップがあるんですね。はやぶさと多分ね、クロスカッターの状態とノーマルのやつね。まあ、どっちかというとノーマルの方が僕ね、個人的に好きなんですよね。なのでこうちょっとこう水色っぽいシートが出れば可能性があります。ただ700A とかの可能性もあるんで、まあ、すぐには喜びませんが、行きましょう。ではゆっくり行きます。最後10個目、行きましょう。どうだ。あー、緊張するわ。緊張するけど、どう。緑色、分かれへんけど、どうなん。あ、こっちかー。いや、なんかでも嬉しいっすね。あの、なんとなく思い通じた感じがします。なんかやったね。うん、とりあえず小玉出てくれたんでよしとしましょう。まあ、ノーマルのモードではなかったんですが、とりあえずリンク合体のね、ハヤブサとのリンク合体の小玉が出たんで、これはもう OK でしょ、僕の勝ちでしょ今回。やりました。ということで10個目は500小玉とね、ハヤブサのリンク合体状態のマグネットシートです。かっこいいね、これもね。やりました。はい、ということで今回はね、食玩のシンカリオンビッグマグネット、こちらね、全10種あるということで10個買って、まあ開けてみたところ、かぶりは少なかったですね。2個ほどです。 E6 小町と E7 輝きが1つずつかぶりまして、それ以外はバラバラに出ました。まあほぼほぼ活躍しているメイン機が揃った感じで嬉しいですね。ちょっとおさらいいきますが、はい、これがね、フレアウィングね、翼ですね。で、続いてこれがリンク合体の小玉に、こちらが E6 小町ですね。で、続きましてこちらが輝きで、で、これはかなりちょっとテンション上がりました。ブラックシンカリオンのバーサーカーモード、いいね、めっちゃかっこいいですね。で、これもいいね、これもやっぱ最高っすね。ドクターイエローね、まあ、もうちょっとこう大きい感じのスケールが良かったかなとは思います。で、あとはこれがなかったらシンカリオン始まらない、 E5 ハヤブサ、もうスタンダードにかっこいいです。で、あとは、はい、こちら800ツバメですね。まあ、こんな感じで本当にあの素敵なね、ちょっとマグネットシートがいっぱい登場したんで、まあ気になる方いらっしゃいましたら、ぜひこれお菓子コーナーに並んでると思うんでね、ちょっと探して買ってみてください。多分まあ1個か2個くらいで十分だとは思います。ということで今回はね、この辺りにしておきたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。あとね、ツイッターやインスタもやってますので、そちらのフォローの方もぜひよろしくお願いいたします。では今回も、ね、最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね、他の動画でぜひお会いいたしましょう。ではでは、ごきげんよう。さよなら、バイバイ。